台風7号に関する最新情報をお伝えします。現在の台風の位置、今後の進路も見ていきたいと思いますが、こちら17日の土曜日1時現在ですけれども、銚子の東の海上にあって、非常に強い強さを保ち、北北東に20キロで進んでいます。中心気圧が950ヘクトパスカル、最大風速が45メートル、最大瞬間風速が60メートルです。この台風の方ですけれども、直接的な影響、特に風の部分に関してはもう暴風域に陸地がかかることはないと見ています。ただ銚子のあたりに関してはですね、やはり強風の方が吹いているような状況となっています。こちらの方ですけれども、0時50分の最大瞬間風速を見てみると、銚子では 25.9 メートル、また平均風速、失礼しました、平均風速の方も 16.5 メートルということもあって、この銚子付近ではですね、もうしばらくの間は風が強い状況が続くかなといった流れとなりそうですね。続いて今度は雨の方も見ていきたいと思いますが、皆さんからいただいている天気のリポートを見ると、雨の強いところは千葉県内もそうなんですが、あとは福島県内、宮城県内、この辺りが強くなっています。さらに北の方に行きますと、こちらは岩手県内の方から青森県内にかけても強い雨のリポートが届いています。でこちらの方ですが、台風の間接的な影響と見て良さそうですね。レーダーの方を重ねてみると、このような形になっています。衛星画像の方も重ねてみましょう。で台風の中心はこちらにあるわけですけども、その周囲を回るような形で入ってくる湿った空気の流れの中で、いわゆるシェアラインのような感じができるんですね。アウターバンドの部分、これが福島から千葉の方にかかっているのがまず1点。それとですね、富山の方でも発達した雲があるんですが、こちらに関してはこういう日本海の方からぐーっと巻き込むような形で、台風の方に巻き込んでいる風、これがですね、地形の効果によって発達しているような状況です。さらにこちら岩手県内の方ですけども、岩手県から青森県にかけてですが、この辺りに潜在的な前線があるんですね。そこに対してこの台風の方から湿った空気が入ってきて、あとは地形の効果もあって発達しているといった状況となります。でこの後ですけども、全体的に台風の方は北北東に進んでいくという形となりますので、特にこの東北の雨のエリア、徐々に北上していくという形となりそうですね。あとはこちら東北南部の方ですけども、北北東という形になりますので、この辺りに発生する雲が宮城の方にかかる可能性ありといった状況となりそうです。この雲がかかりますと、場合によっては時間30ミリ程度の強い降り方になるという形となりますから、注意していただければなと思います。今回のこの台風なんですけども、一つ特徴的なところがあるのかなと思いますね。もう一度こちら見てみましょう。で非常に強い強さを保ったままなんですね。こちらの方が保ったままどんどん進んでいくといった状況となります。で、ただ実際に皆さんが生活している場所ではそれほど大きく影響していないという感覚が持たれるかと思うんですが、これはあくまでも台風の強さ、これは中心付近の最大風速によっているんですね。で、今回の台風なんですけども、中心付近の雲の様子を見てみるとこういう状況になっています。特にこの中心のその周辺では活発な雨雲の方が存在しているわけですが、全体的にはですね、強い風のエリアはこういう形になっているんですね。ですので陸地の方にはあまりかからなかったというところになるんですが、ただし台風の勢力として見たときに、この中心付近ではやはり非常に強い強さを保っているというふうに見ておいてください。また今回のこの台風ですけれども、だんだんと陸地に来るに従って少し乾いた空気を引き込み始めました。それに伴ってちょうどこの台風の北西側の方、陸地にかかるところに関してはなかなか雲の方が発達しにくい状態、それで近づいてきたということもありますので、結果としてそれほど大きな影響はなかったということになります。ただ台風の方ですけれども、こういったような形で進路の方、少しこれがまた西にずれれば大きな影響が出たということになりますので、今後ですね、また新たな台風が発生したときにどのような形で、その進路などを見ていくのかどうか、そのあたりも今回の経験をもとにですね、皆さんの方も見ていただければなと思います。以上、台風7号に関する最新情報をお伝えしました。また詳しい情報はアプリウェザーニュースもご覧ください。